皆さん、明けましておめでとうございます。鴨井ジャパスです。今日はね、ちょっと新年ということで外で、ね、動画を回しています。冬っぽくていいかなと思ってね、単純に寒いんですけど、今年1年またね、新たに始まるんですが、エースマネジメントとしてもちろんソフトテニスのね、普及と発展のために頑張っていくのはもちろんなんですが、昨年はね、エキストラでいろいろなドラマに挑戦させていただいたので、まあ、そういったところも今年1年は新たにね、ドラマや映画やミュージックビデオにね、出演できるように頑張っていきたいと思っています。年末年始はですね、久しぶりにゆっくりすることができて、こう雪の中ね、こう今ね、雪だるまを作ってるんですけど、今回の年末年始はすごくね、ゆっくり家族とね、過ごすことができたので、また一年頑張っていきたいと思います。先日のソフトテニスマガジンの方でもご覧になってくださった方いるかと思うんですが、コンちゃんとね、仲間が新たにエースマネジメントに加わってくれることになりました。で、今までね、船水選手と2人体制のエースマネジメントでしたが、2022年は、4人でのね、チームとして活動していけることになったので、もっともっとね、大きな広がりを生んでいけるんじゃないかなと思っています。エースマネジメントの活動、ぜひ皆さん楽しみに期待していただけると嬉しいです。2022年もソフトテニスの発展普及のために、日本内外海外の方にも目を向けて挑戦していきたいと思いますので、引き続き応援よろしくお願いします。ご視聴ありがとうございました。バイバイ。撮ってる？回してんの？